こんにちは、ダイレクトサンシャージョの広島です。今回はマライア・キャリーの All I Want For Christmas Is You、恋人たちのクリスマス、こちらのピアノの弾き方を解説していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。最初のイントロの部分ですが、というパターンになっていきます。まず右手ですが G、 そして BD、F シャープ。これを親、人、中、薬と押さえましょう。そして返しですが、今度は G を小指。そしてまた F シャープ、D、B という流れになります。これを8分のタイミングで1、2、N、C、N、4とやります。そして、左手ですが、G、E。これを合わせると、となります。そして次は右手ですが G、C、D、G、 これを親、人、中、小指、そして左手は C、 そして最後は D、 左手も D で右手も D、 これを両手合わせるとなります。そしてここから歌の部分、 I don't want というところですね。まず最初のコードは G コード、左手が G、 そして右手は B、D、G と入ります。そして次は B 分の G、 これは右手の B、D、G、 このままに押さえたまま左手が B に移動してください。そして次は C コード、左手が C、 そして右手は C、E、G、 そして次は E フラット分の Cm6、 これは左手 E フラット、そして右手は C、E フラット、 G、A ということになります。最初の4小節をピアノだけでやると、という感じになります。そして次の I just want to form my own というところに移ります。最初は D 分の G です。左手が D、 そして右手は B、D、G、 そして次に B セブンスのシャープ5、もしくは B セブンスのオーキュメント、これは左手 B、 そして右手では A、D シャープ、表記では E フラットと書いてあると思います。そして次は E マイナー、左手が E、 そして右手は B、E、G、 そしてまた E フラット分の C マイナー6、これは先ほど出たコードですね。左手 E フラット、右手は C、E フラット、 G、 A、 そしてまた D 分の G、 先ほど出たコードですね。そして次は E セブンス、左手が E、 そして右手が B、D、G シャープ、表記では A フラットとなっていると思います。そして A マイナーセブンス、左手で A、 そして右手では C、E、G、 そして最後は D 分の A マイナーセブンスフラット5となります。左手が D、 そして右手では C、E フラット、G と鳴らして、これでおしまい。そしてから、タタ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 と入っていく流れです。ピアノだけで5小節目から弾いてみたいと思います。となります。それでは最初の G コードからピアノのみで通して弾いてみたいと思います。
という流れになります。それでは最初のイントロからピアノのみで弾いてみましょう。という感じになります。ピアノが弾けるようになったら、あとは歌を感情込めて歌えば完璧です。もしくはこれは歌いたい人がいっぱいいると思いますので、ピアノの伴奏だけ弾いてあげてみんなで歌ってみるのも面白いかもしれません。ぜひ挑戦してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ご応募お待ちしております。